まおです。はい、今回はじゃん、新しいトーシューズのリボンとゴムの縫い付け方、そして早く足に馴染む方法というのをお話ししていきたいと思います。私はみんながびっくりするような、例えばなんかソーローバンって剥がすとか、なんかそういうような加工は特にやっていないんですけど、ただ長年ねトーシューズを履いてきた中で、なんかこうやってやった方がトーシューズがより足にフィットするよとか、あと糸が切れにくいよとか、早く足に馴染むよみたいな、そういう風なことを実際にリボンとゴムを縫い付けていきながら説明したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではレッツゴー。それでは早速、新しいトーシューズを縫うのは約1年ぶりですね。前回のトーシューズは本当にちょうど1年間履いていたので一足だけを、だからめちゃ久しぶりです。綺麗、新しいトーシューズ嬉しい。それではまずね、この足首の部分のゴムからつけていこうかなと思います。別に順番はどうでもいいんですけど、私はねこういったなんていうの、メッシュっぽくなってるゴムを使用してます。で、普通だったらこのね長さを前のトーシューズでこうやって合わせてやるのが一般的だと思うんですけど、ちょっと前のトーシューズは劇場に置いてきちゃったので準備悪い。大体で切ります。でも大体で大丈夫で、この時のポイントとしては結構短めにするのが私的にポイントです。きつめにするというか、なんでかっていうと、きつめの方がこうしっかりとね生地が持ち上がって足裏にフィットするからです。ゆるゆるだとこう余裕ができてしまうので、こう立った時にソールが足裏についてこないような気がするので、短めに取ります。で、私が縫い付けるのはこれ、ちょっと裏返しにしますね。ここの部分、もうここ、こうやってつけます。この縫い目のほんと真横ぐらいにつけています。ここにこうやって縫い付ける理由としては、私すごい心配性なので、なんか踊ってる時にかかとが脱げてしまったら嫌だなって思って、それでね、一番脱げにくい場所っていうのをいろんなところで試してみたんですよ。そしたら、ここが一番脱げにくかったです。では早速縫っていくんですけど、私2種類の糸を使っていて、まず1つ目がこちらです。見たことありますか？これね、バレエショップとかで売ってる、多分トーシューズ縫う用の糸みたいな感じだと私は思ってるんですけど、こういう感じのね、ちょっと普通の糸よりは硬め、強度の高いようなものになっているんですよ。この糸じゃなくてデンタルフロスっていうんですか、歯を磨くみたいなやつそれで縫ってるっていうダンサーもねいるんですけど、まあそれと似たような感じかなと思います。特にゲイナーだとそうだと思うんですけど、長くトーシューズを履いているとだんだん普通の糸だとこう摩擦によってすり減ってきちゃって、なんか糸が切れてしまうっていうことがあるんですね。でもこれだとちょっとね、なんか太いし、あとなんか硬いっていうんですか、なのでそういうような摩擦ですり減るみたいなことが少ないような気がします。で、このメッシュのゴムね、なんかサラサラな面とザラザラな面があるんですよ。で、私はザラザラの面が内側になるようにつけています。これどっちが表が正解なのかいまいちわかんないんですけど、なんかザラザラの面を内にした方が滑りにくくなるような気がするのでそうしています。で、ちょっとねいろいろ言ってるんですけど、このね縫い付ける時のポイントとして、こういう感じでなんていうの、浅めにつけるのではなく深めにつけて割と下の方まで縫うようにしています。このぐらいにしてつけるよりこのぐらいでつけた方が、履いた時に生地がグッと上に引っ張られて、より足裏にソールがフィットするような感じがするからです。で、縫い方は半返し縫いっていうんですかね、で縫ってます。別に取れなければ何でもいいんですけど、なんか半返し縫いが一番取れないような気がするので、私はそうやってやってます。まず何もないところに交差して、見えてるのかなこれ、結構これね針がぶっといので、でもう一回何もないところに刺します。こんな感じ、まだゴムは何も縫ってない状態で、ここからです。まず2マス目、2個目、この太い軸となってるところとそうでないところあるんですけど、これのそうでないところの1、2マス目のところに刺します。はい、こんな感じね。で、次半分だけ戻って半返し縫いなので、で、この1マス目のところに針を
通します。見えるかな、こんな感じ。後ろはこうね、これを繰り返していきます。次 1,2,3 マス目のところに針を刺して、ゲイナーミンではね、ほんと昔めっちゃ生地が硬くって、今だいぶマシになったので縫いやすくなったんですけど、本当にね針が折れるぐらい生地が硬かったです。で次、今3マス目のところに刺して、次は 1,2 マス目のところに針を刺す、半分戻るって感じですね。ここです、こういう感じ。すいません、なんかカメラに針向けちゃって。はい、これをまず1列繰り返して、この糸は一旦玉留めをします。はい、最後まで来ました。そしたらこの玉留めの部分は内側にしたいので、最後何もないところに刺して、で玉留めね、普通にします。はい、こんな感じで一旦切ります、普通に。はい、これで一旦終わり、こんな感じになってます。で今ね、この1段だけやり終わったんですけど、これだけじゃねちょっと心配なので、2段3段までねやっていくんですね。で2段目3段目に使う糸がこちらの糸です。この色味が一番トーシューズにはこう目立ちにくいというか、だから私はこの色味を気に入って使ってるんですけど、なぜ糸の種類を変えるかと言いますと、こちらのね糸ね、さっき使った糸すごい強度が高いんですけど、ただ糸が少し硬い分、玉留めや玉結びが少しねなんか取れてきてしまうことがあるんですよ。だからまあ保険としてこっちでも縫うみたいな感じ、なんか2種類で縫っといたらどっちか切れても大丈夫だろうっていうので、次はこれで縫っていきます。では縫い方は先ほどと同じです。一旦何もないところから始めるのは、この一発目をこういう風にゴムのこの端をちゃんと縫いたいから、もう1列目にこういう風に刺してしまったら、ここの一番端のところ縫えてないことになるじゃないですか。でそれが嫌なので、こう一旦何もないところから始めて、で2列目刺して1列目に戻る。はい、この繰り返しを次はもうここで一旦玉留めはせずに2列やっていきたいと思います。はい、今2列目が縫い終わった状態ですね。そしたらね、次普通に1段下がるんですけど、ここら辺にこう1段下げて、こういう感じで、で次こう帰っていくっていう感じです。はい、完成しました。そしたら次同じように反対側も縫っていきます。この時ねくるりんちょってなっちゃわないように気をつけてください。はい、両方縫い終えました。こんな感じです。見えるかな、ちょっと汚いけど。で表から見たらこんな感じです。では普通だったらもう片方もね同じようにやるんですけど、今日は先に説明したいので、次はここにゴムを渡していきたいと思います。ここにねこういう風にねやっていくんですけど、これをやる理由は、私ねこのゲイナーミンデンをオーダーメイドで、ここは少し広めの4ボックスっていうのをオーダーしているんですよ。でも私足はすごい細幅なので、もともとだからここは一番細幅のものを選んでいるんですけど、やっぱりねここは細いんだけど、ここがちょっと広めだから、こういう風にちょっと広がっちゃってるんですよ。だからここにゴムを渡して、ここがね履いた時にカポカポってなるのを防いでいます。なんか質問でゲイナーすごいここ引き紐引いてもカポカポしちゃうんですよねっていうのをいただいたことあるんですけど、そういう方はねここにゴムを渡すのがおすすめです。でここはもう擦れて取れるとかいう心配はほぼなくて、1年履いてもここ全然丈夫だったので、普通にこっちの方の糸で縫っていきたいと思います。だいたいねここぐらいに縫ってます。でここはこんな感じのこう半返し縫いではなく、私はもう普通に並縫いで縫っちゃってます。このさっきと同じように何にもないところに一旦並縫いというかして、1つ目1列目のところに刺す。そしたら次2列目のところに出す、こんな感じで、次3列目に刺す。これを2列やります。はい、片方縫えました。そしたらもう片方も同じように縫っていきます。はい、できました、こんな感じです。そしたら次はリボンつけていきます。
で、リボンは私はこのねストレッチトーリボン、ロシアンピンクっていうやつ、多分ねシルビアさんのものだったと思うんですけど、これをねもう巻きで買っています。で、リボンをつける位置はここのこの縫い目のここ後ろ側っていうんですか、縫い目の隣、ここら辺につけます。で、これもちょっと深くね、こう浅くするんじゃなくてこういう感じでつけていきます。なんでここかというと、だいたいね履いた時にここら辺が土踏まずのところなんですよ。ちょっと体勢やばいんですけど、ここがだいたい土踏まずのところなんですね、この縫い目の横ら辺が。だからここにこういう風にリボンをつけてあげることで、この下からこうグッと引っ張ってくれて、このソールが足裏にこうグッとねフィットするという感じです。ではまたこのねこっちの太い方の糸を使ってまた半返し縫いをします。一列ね刺して、何もないところに一旦刺しますね。すいません、先端恐怖症の方とか言ったらどうしよう。で、そしたら普通にここ半返し縫いしていきます。こう一旦こう刺して、こんな感じで半分だけ戻る。これを繰り返していきます。で、ここまで行って玉止めしますね。はい、こんな感じになりました。表から見たらこんな感じ。はい、そしたらこれだけだと表面だけがつってるような感じで、この奥から奥っていうかこの下の方からこうキュッとね持ち上がらないので、履いた時に。だからこのここをねこうぐるっと一周、一周っていうかまあ4分の3、ここ1、2、3を普通のこのね糸で縫っていきます。ここ一旦刺しますね。で、次このリボンにこういう風に刺します。こういう感じ、こっち側の方が見やすいか。で、そしたら次ちょっとだけ斜め下ぐらいかな、これを繰り返していきます。そしたらねこういう感じで表側こういう風になっていくんですね。で、これをこう3辺このままずっと続けてやっていきます。はい、こんな感じで最後まで来ました。そしたら最後こうやってやって、何もないところで一回やって、で、ここで玉止めをするっていう感じです。これを反対側も同じようにやっていきます。そしたら一応ねもう履ける状態にはなります。はい、両方縫い終わりました。これで一応ね履けるようにはなったんですけど、私はこのトーシューズの先っぽですねにこういったポアントパッドのレース編みのものを貼っています。今日はちょっと接着剤を劇場にバレエ団にね忘れてしまったので貼らないんですけど、ここにこういう風に貼り付けるっていう感じです。で、最後にこのゲイナーね、足慣らしが必要のないトーシューズではあるんですけど、ここの生地の部分はやっぱり最初すごく硬いので、最初ね何回か新しいトーシューズを履くときはこういうアドマイザーでこう霧吹きですね、こうやって水をつけて履いています。そしたら、まあ、体のね熱といい感じに相まってなんかちょっと柔らかくなります。ここになんかドライヤーを当てて柔らかくするっていう人も聞いたことあるんですけど、私がもうこのトーシューズ今すぐもう本番用として履きたいんだよねっていう時にやっているのが、柔軟剤を少しつけて洗うというのをやっています。まあ、ゲイナーはね全然洗ってもここ木じゃないのでね問題ないトーシューズなんですけど、ここにねちょっとだけ水と柔軟剤を混ぜてこうやってつけてやるといい感じに柔らかくなるので、私はねたまにそれをしています。ただつけすぎは多分注意だと思うので、これは自己責任でお願いします。はい、ということで今回は私のトーシューズのリボンとゴムの縫い付け方、そして最後にちょっとだけ早く足に馴染む方法というのをお話しさせていただきました。ずっとね
足裏にフィットした方がいいって言ってたんですけど、それの理由としてはやっぱりこう足裏にこのソールがちゃんとフィットした方が足が伸びて見えるし、こう綺麗に立ってるように見えます。ではこんな感じで今日の動画を終わりにしたいと思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。この動画が参考になったと思ってくださったら、ぜひグッドボタンと、そしてまだの方チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。